これからパソコンを新しく作ろうと考えている皆さんはどのパーツから最初に選びますか？まあ、用途によってもいろいろだと思うんですけども、例えばゲームする場合だったりとか、使いたいグラフィックボードがある場合とか、あとは新しいマザーボードが発売したからそれを使ってみたいとかあるかと思うんですけども、やっぱりパソコンの主役といっても過言ではない CPU を中心に構成を考える人って結構いらっしゃるかと思います。今回はちょっとその CPU にスポットを当てていきます。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。世界最大クラスの空冷 CPU クーラー保有者 PCER24 と申します。映像で手に持っているのはビジネス PC で使われていた CPU。 それで CPU を選ぶ際、コスト削減を考えて中古を選ぶ方っていうのも結構いらっしゃるかと思います。そしてさらに低価格ながら動作未確認や故障前提となる一か八かのジャンク品というジャンルも存在してますよね。そのジャンク品の世界の中でもさらに怪しい CPU たちの存在で、今回購入したのがこちらの CPU、 Core i9-12900KF ですね。まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけども、 LG1700 ですね。普通のね1151とか1200よりも縦長の LG1700 のソケットに対して、まあ、当時ね最高性能だった 12900K のGPU がない版ですね。グラフィック機能がない版の CPU っていうところで、あるね某オークションで、そう、購入したものです。でこいつ驚くべきは金額で、なんと5000円です。5000円で購入したもの。外見に関しては非常に綺麗になっていて、なんかでも本当一回もつけたことないような、ほぼね新品とも言えるような感じなんですけども、問題はそもそもこいつが動くのかっていう話なんですよね。今回はちょっとね、そういったちょっと怪しげな CPU にちょっとスポットを当ててお話をしてみたいと思います。もうこいつ販売時の説明から発送に至るまで全部が怪しかったもの。まずは動作確認の前に、このシリアルナンバーからちゃんとしたものなのかどうなのか判別してみたいと思います。インテルの公式サイトの方で確認することができるので、シリアルナンバー等を入力して状況を確認。で、まずこの画面に出てきているので、最初にまず製品タイプ、プロセッサーを選択。で、続いてこのバッジナンバーですね。バッジナンバーについては CPU 表面についているここを入力していきます。で、続いてシリアルナンバーは、このヒートスプレッダーの左上のところにあるこの数字ですね。ちょっと見にくいですけどね。今回の場合と一応、まあ00570かな。でこれ分からなかったら0000でもとりあえず OK だそうです。でこの状態で製品の確認ボタンをクリックで見てみると、まあ、こちらの方には Core i5 の12400無印ですねとなっているですよね。でちなみに手持ちで持ってる 12900K ボックスで購入した普通の CPU、 新品で普通のネット通販で購入したもの、同じようにシリアルナンバーとかバッジナンバーを入れてあげてしばらく待つことで普通に答えが出てきます。こちらは何の問題もなく普通に 12900K は表示されました。もうお分かりだと思うんですけどね、そうこいつはリマーク品と言われるものである可能性が非常に高いということ。もうこの時点で答えは分かってるんですけども、仕方なく動作確認しましょう。ちょっと前まで数例用の PC で使ってたやつですね。こいつを実験台にしましょう。まあ、壊れちゃ困りますけど、まあ、多分壊れないとは思うんですけどね。ちょっとまあ完全な確証があるわけじゃないですけど、まあ、とりあえず取り付けていきましょうか。問題の CPU ですね。まあ、動作未確認というだけあってか不自然なくらい綺麗。ヒートスプレッダーも不自然に傷がない。設置感は特に、まあ、当たり前ですけど問題なしですね。でちょっと耳に傷つけるのが嫌なのでこいつ使います。まあ、こういう金具を使えばヒートスプレッダーの耳の部分に傷が入ることがないんですけども、まあ、その辺はどうなんですかねって感じです。うん、まあ、取り付け感はなんてことはないですね。普通な感じですね。まあ、こういうリマーク品の特徴の一つが、そもそもは普通に販売されていて普通に動くことができた CPU である可能性が高いです。なのでソケットなどには問題なく収まってくれるんですよね。マザーボードの準備、起動状況が分かるように今回はスピーカーの設置は必須。こいつの音でステータスを確認します。でこれでスイッチポチってして、ちゃんと光ればこいつが起動する。でこれが何らかのビープ音で表示してエラーを吐いてくれると。 CPU グリスはこの DX1、 いやいやこの MX4
いやいや、こんな CPU ごとき超格安グリスで十分です。前なんかね使ってることがあったんですけども、ちゃんとねあのグリグリあのやるとなんかね油分じゃなくてちゃんとね粘りのあるグリスが出てくることが分かったのでね、こんな CPU ごときスプーンを使うのはもったいないんで指で手塗りですね。まあこんな CPU は無慈悲に扱っていきましょう。はい、これでよし。こんな CPU ごときにはリテルクラを使っちゃいましょう。いちいちバックプレートとか取り付けるのはめんどくさいんで、そんな手間をかけるほどのものでもないので。本来12900シリーズになってくると結構発熱するので、もうちょっとでかい CPU でもいいんですけども、まずはこのマザーボードの BIOS が起動するかどうかっていうところなので、多分そこまで発熱はしないと思うのでこいつで OK。 OK、 準備 OK で、バチッと壊れないことを願いましょう。電源の電源入れます。改めて今つけた CPU は 12900KF になるので、マザーボードから直接出力するグラフィック機能がないので、GPU を別に取り付けてそちらから映像を出力させていきます。余談ですけど、最近でかい CPU クラばっかり見てたので、リテルクラ見るとなんか収まりがいいなっていう風に感じます。電源入れてみます。いきます。スイッチオン。一瞬反応して止まりましたね。もう一回やります。スイッチオン。この時ビープ音すら鳴らない状態。すぐ止まりますね。で、導通しているのが分かるようにね、一瞬だけねこのグラフィックが光るんですよね。押しますよ。スイッチオン。うん、つきませんね。で、ちょっとこれ以上あのやっちゃうとマザーをちょっとマザーとか他の機器をダメにしちゃう可能性があるんで、ちょっとこれは一旦これでストップさせます。リマーク品の厄介なところっていうのが、なんか他のマザーだったりとか機械をダメにしちゃうケースがあるっていうことなんですよね。で、販売者側の取引履歴だったりとか、まあ、口コミとかを確認してみると、リマーク品だったりとか動かなかったりっていうコメント以外に、よくあのマザーをダメにしちゃったっていうコメントとかもちらほら見かけます。一旦このゴミクソを取り外ししていきます。表面のあれはないですけどね、予測ではあくまで予測ですけどね、台が削られてるんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ってます。ちょっと何なのかわかんないですけどね、一回もうすでにこれは何かしらの CPU が空割りされて中の台がないんじゃないかなって気がするんですけどね、ちょっと後ほど空割りしてみます。リマーク品の中にもいくつかの種類があるんですよね。で、改めてこちらは編集の PC で使ってる 12900K、 普通に僕がボックスで購入したもの。全く同じ環境下で動作確認。スイッチオン。点灯しますね。って言ってる間に今ピッて鳴ったんでもうお分かりだと思いますけどね、普通に起動します。当たり前ですけどね、全く同じ環境で問題なく起動はするというものなので、なんか今日壊れたりか CPU 以外が壊れたり破損したりっていうのはないです。マザーボードなどの機材に関してはとりあえずこのゴミクソの影響を受けることはなかったので、ここからは表面からこのリマーク品を見分けることができるのかどうか確認していきます。まずは裏面に関して 12900K と全く同じ配列にはなっていたんですけども、左側の正規品に関してはハンダがなんかツヤツヤテカテカキラキラしてるのに対して、右側のゴミクソはなんかあのくすんでるような感じがあるんですよね。まあ、これはあくまで置かれてる環境が違ったっていうだけなのかどうなのかちょっとわからないんですけども、まあ元々はおそらくあの普通に使えていた CPU である可能性が高いっていうところを考えると、まあなんか水没させちゃったとかそういう可能性もちょっと疑っています。そしてヒートスプレッダー上の刻印、リマーク品は一度刻印を消し去った後に再刻印をするという作業になるんですけども、ある国のある地域でなんか盛んに行われてるっていう話を聞いて、どうやらレーザーを使って一旦刻印を除去した後に再度レーザーで再刻印をするという作業を行われているみたいです。とはいえこんな感じで顕微鏡で見てもなんか不自然な刻印っていう感じは見られなかったんですよね。比べて確認してみると、もちろんのその文字のテカリだったりとか、あとは刻印の濃い薄いとかっていうところの判別はできるんですけども、ここを見ればリマーク品だっていうのが明確に分かるようなところっていうのはちょっと見つけられませんでした。まあ、しかもほとんどの場合がインターネット上で取引されていることになっているので、
まあ、こんな感じで顕微鏡で拡大してこの刻印を見るっていうことも不可能ですからね。裏面に関しても同様のことが言えて、リマーク品によってはこの裏面のこの表面実装の部品の配置が違うっていうところもあるみたいなんですけども、今回僕が取得したこの 12900KF と言われるこの CPU に関しては正規品である 12900K と全く同じ配置になっていました。先ほども話した通り、このハンダのね、あのくすみとかその辺のところに関してはあるんですけども、それ以外で明確な違いを見つけるということはできませんでした。でもどこまで行ってもね、怪しさしかないこの CPU なんですけども、ちょっとね、まあ、触ってるうちに気づいた点があって、これはね、あの先ほど本物ですよ、本物のやつね。これ見た目ではね、ほとんどね違いがわからない、まあ、こっちの方がなんか、なんなら刻印がね濃く見える感じだと思うんですけども、それ以外での判別はねほとんどわからないですね。まあ、この辺の角とかこの辺が丸くなってるとか、まあ、あの、まあ、ロットによって変わってくるのか、これ初代の本当に発売された当初に購入したもので、まあ、これはちょっとしばらく経ってからなのかわかんないですけどね、13世代とかこんな感じの丸まってる感じですよね。これは完全に角張ってるんですよね。角が立ってるような感じになってるんですけど、こっちはちょっと丸くなってるっていうか、まあ、それぐらいの違いぐらいで、表面ではほとんど分かんないですけどね。あと、まあ気になる点って言ったら、このヒートスプレッダーとこの台のね、この基板部分を貼り付けているこの接着剤ですよね。この辺ね、かなり飛び出してる、この辺とかもね飛び出してる感じが見受けられるという感じでね、この辺とかもモリモリですからね、モリモリになってる感じがあるので、おそらくこいつら瓦割りをしてんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、2つを比べてみると、リマーク品の方がなんかやっぱり盛り上がってるような感じがあります。リマーク品の中には、内部にあるこの台と呼ばれる中央部分を削り取ることで意図的に動作確認をさせないようにしているものっていうのも数多くあるので、すでに一度空割りが行われていて、中の台がどうやら削られてるんじゃないかなっていう気もしてきています。確かめる方法は一つしかないので、まあ、実際に中身を覗いてやりましょう。とある国から LG1700 用の空割り工具を入手したんですけども、まあこいつの品質もひどいものですよ。力が加わる部分とかにもなんかプラスチックがたくさん使われてるとか、あとこれとかもう何って感じですよね。まあ、CPU の基板を傷つけたいための配慮なのかわかんないですけども、こいつの高さも合ってない。工具を使った空売りなんて、あの、あっという間に終わるんですけども、まあ、こいつの精度がもう最初から最後までもうひどすぎですよ。正直もう気使って慎重にする必要もないので、もうガンガンと作業を進めてやりました。で、15分ぐらい格闘して、ようやく力を加えられる状況になったので、ぐいぐい回していって、上のヒートスプレッダー部分だけを横にスライドさせて、引き剥がしていきます。力が加わる部分がプラスチック製で、そいつの精度が低いからもうすっぽ抜けちゃうんですよね。で、何回かチャレンジしてようやくこのターンで力を加えることができました。少しずつヒートスプレッダーをスライドさせていきました。で、空割り工具から取り出した CPU がこちら。しっかりとヒートスプレッダーが横にスライドされているのがわかります。あ、入ってる。あ、入ってるな。入ってる。空割りされた形跡もないな。確実とは言えないものの、まあ、ハンダの付き具合とか接着剤の様子などから、どうやら空割りされたのは初めての様子。この辺とかなんか盛り上がってますね。これこことか一体何の CPU だったのかって感じですけどね。ただまあ明らかになんかこの辺ねポコって出てますよね、こことかね。で、先ほどのこことかね、こんな感じでぷっくり盛り上がってますよね。この辺とか、あとここも盛り上がっちゃってる感じですね。で、それ以外にちょっと見つけたところがあって、それがこのラインですね。ここわかりますかね。こいつですね。ここ多分明らかに過電流かなんかが流れて焼損してますね。これが多分起動しなかった原因ですね。で、ここがなんか流れて、で、ここのなんか凹凸部分にもなんか熱が加わって、なんか内部で膨張してしまったのかなって感じですね。これで、まあこの CPU は故障品であるということが明らかにはなりました。まあ、結局動かないので何の CPU かっていうことはわからないんですけども、その表面上のヒートスプレッダーの刻印をレーザーで除去して、
さらに今回の 12900KF の刻印を施す。ただマザー上では故障しているので動かすことができないので何の CPU か判別不能、結局購入者が泣き寝入りをするっていうような状況になるっていう感じですよね。でまあ今回みたいに明らかにリマーク品であるっていうことが分かっているものに関して販売方法としてどうなのかっていうのをちょっと弁護士さんの方に取材をしてみました。まず何より大前提として動こうが動く前がそのことを知っていて販売したとなれば、まあ普通にこれも詐欺に当たります。要するに購入者を騙して販売してるということになりますからね、刑事罰の対象、逮捕とかそういったことにもなってきてしまいます。そしてまずリマーク品を買ってしまったと分かったところでまずはしっかりと資料を揃えることが重要、まあ、可能性は低いんですけども販売者の人も知らずに販売していたっていう可能性もあるのでまずは相手と話し合いっていうところからですよね。そしてしっかりと資料を揃えた上で返品や返金を要求することができる権利を持っています。またオークションの場合とかに関しては取引そのもの自体を無効にすることができる、そういった権利を持っています。そしてそもそもリマーク品を買わないためにっていうところなんですけども、まあ、そもそも怪しそうなやつは買わないようにしたいところではあるんですけども、やっぱりのジャンク品っていうのは魅力の一つ、通常ジャンク品だったりとか動作未確認っていうのはよくあるんですけども、リマーク品の場合一緒にあるキーワードとして怪しいものの一つとしてまず高価格帯なものであるということ、今回の場合みたいに Core i7 とか Core i9 の高価格帯のものが販売されている、さらになぜか検証環境がないということ、普通に検証すればもっと高い価格で販売することができるにもかかわらず検証環境がないっていう文言があります。まあ、そしてさらにそれに付随する形で大量入荷したからまあ検証できないっていうところで、まあ検証してませんよっていう感じのコメントがあります。そしてさらにまあダメ押しとして保証は一切しませんよっていうコメントがございます。まあ、特にその高価格帯でまあ検証環境がないっていうコメントはまあかなり怪しい度が高いですよね。もちろん一概に全部が全部とは言い切れないので確実にそうだとは言い切れないんですけども、なんかジャンク品という言葉を悪用してる気がしてなりません。最近だとフィリピンの方で大量のこういったリマーク品っていうのが見つかったなんて話も聞いたんですけども、まあ、一つの市場としてなんか成り立っちゃってるような感じがしますよね。ちょっと詳しい方だったら普通に判別することができるかと思うので可能な限り怪しいものには手を出さないようにしたいところです。ただジャンク品っていう言葉は魅力的ではあるんですよね。わかりますよ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価ボタン、俺もリマーク品だったらムカつくと思ったら低評価ボタンをストレス解消に使っちゃってください。次回はちょっと自作パソコンとかで使えそうなツールを作ってみようかなと思っております。それでは引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。